こんなコメントをいただいたんですね、はい、ESFP の男ですと。先日、うん、付き合って日の浅い、うん、INTP の彼女に、うん、唐突に別れ話をされましたと、はい、これはねタイトルとしてはね、うん、INTP への苦情ですね、はい、あの、うん、宇宙の真理を探求するものよと、うん、に対する苦情ですよ、うん、ね、彼女に、要は INTP の彼女に、付き合ってまだ暇浅いからね、うん、理由を聞いたと、うん、そうすると、うん、付き合いも浅いのに、うん、友達のように感じてしまい、うん、恋人として見れないと言われました、うん、で、彼女からは、うん、付き合うにあたり、うん、電話や、うん、スキンシップなどは、うん、僕からはしないでほしい、うん、と言われ、うん、会う頻度も多くない方が望ましい、うん、好きと言われると義務で私も好きと言わないといけないのかなって感じがするから、うん、頻繁に私のことを好きと言わないでいい、うん、など、うん、いろいろとお願いをされていたので、うん、その辺は、うん、もう ESFP の彼としても、うん、まあじゃあ彼女のペースに合わせてね、うん、その辺は、じゃあちょっとずつ距離を詰めていこうかと思っていたところ、うん、急にそんなこと言われたと。うん、あ、ちなみにこの ESFP っていうと僕ですね。はい。わあ、なるほど、うん、で僕としては行動制限された、うん、要はあまり好きって言わないでとか、うん、電話とかスキンシップは私はあまりそういうのは多くない方がいい、うんうん、で制限された上で、うん、かつまだ付き合って日の浅いところで、うん、あなたのことを恋人として見れない、うん、当然ですようん、まだ日も浅いし、うん、みたいなところで、うん、要は僕が、うん、その恋人として何かできることが何もなかったじゃん、うん、っていうところで恋人としてではなく友達としか見れないっていうのは、うん、当然ですよね。じゃあ僕は一体何をすればよかったのでしょうかと、はい、で僕が自然に行った彼女への行動も、うん、要は多分その思い ESFP の思いが、うん、彼女はなんかそこがすごい申し訳ないと感じていた、うん、そういう思いをね、負担って感じる人もいるんだなと驚いたと、うん、で彼としてはこの彼女の中でこの点がね線になってつながって答えが出ているようだが、うん、僕としてはこの話し合いもなく決めてほしくないと思っていると、うん、でまだ僕としては話し合いのチャンスが1回ある、はい、1回なのか、はい、話し合いのチャンスがあるので、うん、そこでなんとかならんかと、うん、どうしたらいいんでしょうねさあ考えよう、はい、INTP の彼女がいますと、うん、僕が思ったのは、はい、いやこれは、うん、あの湊君と一緒なんですよ。一緒というと湊君と一緒というとっていうのは、うん、僕がこれを言われると、うん、ああもう分かったと一瞬ね、うん、一瞬で分かったもう好きじゃないならいい、うん、だったら別れる、うん、って、うん、言いたくなるんですね、はい、でも、うん、冷静に考えると、うん、例えばその、うん、頑張って、はい、ちょっとずつね距離を詰めて、うん、多分付き合おうってなったと思うんですよ。で彼女も、はい、いいよってなったと思うんですね、うん、多分大好きなんです僕は、はい、だとすると、うん、家にか分かったって言って帰ったけど、うん、別れたくないがあるんですよ、はい、だって好きだもん、うん、なんとかしたくなりません？無理ですよねやっぱりそうですか。もう多分お試しですよ彼女の中で。彼女の中で。じゃあこれは INTP というよりも、うん、が多分この人いい人だし、はい、優しいし、まあ、顔も悪くないし。いやそんなことないですよ。で、はい、好きって言ってくれるから、はい、ちょっと付き合ってみようかな。まだ好きとかっていう感情は全然ないけど。あーなるほどねなんか付き合うってなったらそういうのが出てくるかなって思ったけど、はいはい、こうやっぱりキスは嫌だみたいなでこの人触れられるのはちょっとやっぱりダメだなこの人みたいないう感じじゃないですか。であんまりそれで引き伸ばしても申し訳ないなって、もう早く言わなきゃなっていう感じじゃないですかね。
これは INTP だからとかっていうだからっていうか、まあ INTP だからなのか分かんないですけど、よくその INTP はね、うん、ちょっとずつ距離を詰めるといいみたいな、要は彼女の言いつけを守りつつ、うん、気づくと彼がいるみたいな、前違う動画で、うん、岡田斗司夫さんの4タイプっていうのをやって、はい、要は王様タイプ、うん、司令タイプ、はい、理想法則っていうのがあって、はい、要は法則型に多いっていうのを僕勝手に思ってるんですね、うんうん、いやこの芸能人でいうとひろゆきさんに多いっていうのは、はい、その、うん、あまり自分の気持ちに疎いので、うん、その気づくと横にいるっていうキャラでいるといいよっていうのを岡田斗司夫さんが言ってたんです、うんうん、これだと思ったんですよ。で、はい、試した可能性はあるんですよ。でもまだ浅いんですよ付き合いが。でももう無理って思ったんじゃないですか、キスして。キスはしてないですよ。キスはしたとは言ってない。あ、したとは言ってないけど、はい、付き合ったってことはそういうことじゃないですかっていう想像です。なるほど。はい、じゃあ 僕だとするとね、はい、僕が彼だとすると、うんうん、多分、うん、そう言って言われた時は分かった、うん、って言って帰るんですよ、うん、でやっぱり帰って、うん、無理無理、うん、ポロポロ泣き出すんですよ、はいはいはい、ポール好きだもんって、はい、で多分、うん、会うチャンスをもらったんですよね、はいはい、いいよって、はい、うん、僕はそこで言いますよね、うん、そんなこと言うなと、うん、もうちょっと時間チャンスをくれと、うん、好きとも言わんと、うん、距離も一定期間、うん、定規持ってくるしって。でもこう僕の感覚的に多分ずっと友達だったんですよね。いや友達とそれは変えてないです。もともとなんかなんとなくですよ。あ、まあ友達で距離を詰めてって付き合ってっていう雰囲気なんですかね。いきなり付き合わないですよね。付き合うのかな。今どうなんですか。コンパとかならあるんじゃないですか。ああ、そしたらもうそんなにそんなにじゃないですか。あ、なるほどね、うん、かもしれない。で友達と思ってきて好きって言ってくれるからとりあえず付き合ってみたけどやっぱり友達だわって実感したんじゃないですか。でも、うん、僕は嫌だねって言いますね、うん、まあ、別れないって言います。はい、でそれはいいと思うんですよ。はい、あの他者の課題ですから。あ、そうですね。そう、俺は別れないよって言います、ね、はい、はい、その代わり迷惑もかけないよ、ちゃんと距離を保つと、うんうん、その君はその意見でいい、うん、ただ、うん、そんなこと言わないでよってねえって別れるんじゃないですか。ダップダメか。あ、分かんないですよ。可愛げで押すなと思ったんですよ。そのそもそも名前だけ付き合ってるみたいな感じじゃないですか。名前だけです。それって名前だけです。それってそんなに意味がない、はい、じゃないかなって INTP の人は思いそうなんです。思うんじゃないかなと思うんですよ。だとするとじゃあ、うん、あ、今乗ったね、はい、だとすると、はい、今から議論ですよ。じゃああなたにとって付き合うって何ですか、はい、っていう話ができるなと思うんですよ。あ、だからあなたは好きになれないって話じゃないですか。好きになれるかなと思って付き合ってみたけどやっぱり友達だったって話が返ってくると思うんですよ。あ、これは傷つきますね、はい、で要は僕はその彼に言うとすると、はい、もうなんか自分が納得するまで生きてたんですよ。もしかするとうまくいく可能性はある。あ、そうですね、うん、はい、ぐらいですよね多分。なるほど。じゃあこれはあれでしたね。INTP はあまり関係なかったかもしれないですね、うん、INTP の心情としてはまあそんな感じなんじゃないかなっていう僕の想像です、ね、そう、トユさんも、うん、どうにかしようとすればするほど、うん、フェードアウトされる気がすると、うんうんうん、なるほど。